研究所で見られるアメリカ合衆国エネルギー以上のロゴマークアメリカ合衆国エネルギー以上はアメリカの行政機関の一つエネルギー保障と核安全保障を所管するその役割は核兵器の製造及び管理原子力技術の開発エネルギー源の安定確保及びこれらに関連した先端技術の開発と多岐にわたる マンハッタン計画終了後の1946年に設立された原子力委員会を前身とする。1973年のオイルショック後再編され、1977年10月1日にエネルギー省が発足した。冷戦後は予算が大幅に縮小されたが、近年再び増加している。連邦エネルギー規制委員会はエネルギー省内の独立規制機関であり、 電力及びガス事業に対する規制、監督を行っている。同省は石油の戦略備蓄の管理も行っている。ロスアラモス等の国立研究所及びネバダ核実験場は同省が所有している。国立研究所はエネルギー省が所有し、同省との契約の元大学、企業等が運営している。ありがとうございます。